ちは、滝年渓谷から続きやっていきます。もうすぐ滝年村なんですけども、間違えた看板に載ってるかな、自然あふれる滝年村へようこそ。おー、とりあえずおまさんロード、ひひん、なんもなかった。あっちに行くと多分滝年村で、向こうも行けるよね。ここまりの時はさ、こっち行くと滝絶景ってなってたのよ。いっぱい手に入る。よし。あれ、あの宝箱取ったの？あれ、行けない？行けないの？こっちか。来た。あー、音がすごい。いつでも今でも早かったんだけど一回これをスルーして、一番右下にあるあのゲージをがちょっと溜まってきたの分かります。はい、敵のターン、まあ来てもいいんだけど、来る前に攻撃すると一発で倒せました。こういうやり方をやればいいのか。なんかいつもね、2回ターンこう回ってこないと倒せなかったんですけど、まあ2回回ってくるから、敵攻撃してくる前に、それでもまあいいんだけど、まあどっちでもいいやんこういうやり方もあるんですね。いいとこだここ、すごい、こんな間近で見れるのに。敵の裏側は足が滑りやすいので注意。でもいけるのに、おー、すごい。あ、でも走ろうか。見えない。あ、逆逆逆。ちょっと待って。あ、あ、あ、あ。これ切り替わるのよくない。やりにくいわ。で、青いやつだったら、水と。で、壊せる。ということで、精霊の恵みを感覚する。よし。すごい、裏側涼しい、マイナス4すごいマイナス4だ。いやー、まさか裏側に来れるなんて、なんか良きですね。滝年村いいな、住みたいな。なんで、え、なんか川もすごい透明感あっていいね。ほら、いいところ、心くないですよ、本当にいいところですね。よし、じゃあついに、やっとだ。やっと、ぶらつけるよ。長かったな。こんなさ、過酷な道も、ピノお前一人で行ってこいっていうピエトロね。
あ、ピエトロもすごくさ強いから、なんかピノも平気だろみたいな感じなんかな。すぎる。着いた？来た。この曲はいつもの滝連村の曲ですね。和む、眠くなるわ。おー、着いたぞ、滝連村。おじいさんの位置がちょっと移動してますが、いつものおじいさんです。スースー、ほえ？これは王子様、お久しぶりですな。こんなところま、スースー。フローネルの森なら反対側の出口ですぞ。反対側のスースーおじいさん生きててよかったね。切り株移動したね。どうやって回ってこっかな。野獣がそこか。ここ入るか。入れない。鍵がかかっている。ルスらしい。マジか。あ、読めるかな。なにこれ。豚さん、豚さんとこっちはなんだろう。シンプソンズみたい、目が。ガーピー、あ、顔だけガーピーだな。ガーピーはあれですね、ポポローグのあのモンスターでなんかあんな感じのいるんですけど、顔だけね。痩せたカラスみたいな感じだった気がする、見た目。いやー、和むね。いいね。なぜ私はここにいるのでしょう。ああ、残酷な日々よ。それでも進めというのか。うーむ、いまいち。あ、俳句？もっとこうハッとするような。なんなんだ、なんなんだよ。宿屋さん、立派な宿屋だな。滝根村にしては立派な宿屋。飲みに食われる宿屋じゃないのか。さすがに宿屋だけじゃやっていけないね。あら、手厳しいのか。ベルがある。鳴らしてみる？鳴らせない。あ、にゃんこにゃんこ。なんてかわいいんだ。あれ、おじいさんあれかな、頭磨いてたおじいさん。どうじゃ、わしの頭はやっぱりな。お久しぶりです、頭のおじいさん。ピカピカのおじいさん。手ぬぐいあげなきゃダメかな。なに、まぶしくてよく見れない。そうか、そうか。喜んでんのか。おじいさん、まだちょっと磨いてる姿見たいぞ。いいね。あ、にゃんこ動く。かわいい。あの、首のモフモフ気になるな。これずっと見てられるかもしれん。うわーわーわー。結構尻尾もふさふさタイプ。ちゃんとこんな動きまであるのね。すごい作ってある。やっぱさ、月の掟すごい動物に力入れてるよね、絶対これ。だって可愛いもん。すごい。でもあんまりこう立派な宿屋はちょっとやだな、やっぱり。滝根村はちょっとボロくあってほしい、すごく。ここの人も変わんないかも。ミルクパンが好評なので次々に新味を開発していきますよ。パンここで焼いてるってこと？おじさまもお楽しみにしていてください。楽しみにしてよう。あ、ここの子供たちも同じだね。
私の方がお姉さんだから少しだけ我慢するの。ブランコ大好き。犬小屋だ。作成中らしい。あ、作り途中。あ、ほんとだ。塗りっぱなし。塗りかけすごい。そうかそうか。で、なんかさっきね、今見えた気がしたんだよな。見えないな。あれ、今見えた気がしたんだけど。あ、あるある、いるいるいる。あれ、ちょっと高いな。木の実はちょっと無理ですね。これもいますね、この海に。おばあさん、あ、ワンちゃんかわいい。ワンちゃんでかい。かわいい。なんだだろう、なんかすごいモフモフ感が伝わってくる気がする。かまどがある。火は落ちているような。え、飾りがあるぞ。ような使い込まれた斧が飾られている。ほんとだ、斧飾ってある。おばあさん、おじいさんが何やら考え込んでしまっていて、どうしたんでしょう。なんだろう。ここはトボマリの時はのすれ違いファミリーの家だった気がするんですけど、今どうなってるんだろう。いや、パプロはいいですね。なんかこう落ち着くわ。橋の絵が飾られている。なんでもフローネルの森を歩いていると時々奇妙な歌声が聞こえてくるらしいですよ。え、なんだろうね。何かの呪いなのでしょうか。少し怖いですね。それはちょっと怖いな。なんだろう、なんだろう。やっぱり家族と一緒に毎日を過ごすのが幸せですね。その通り、ほんとその通りです。いやー、なんか最近日々を大事にしたいなと思うようになりました。いくつだよってね。ちょっとね、気持ちがなんか変わってきたんですよね。一人で好きなことこうやってるのもいいんだけど、やっぱり家族と過ごすのがの過ごす時間も大事だなってちょっとなんか改めて思いました。はい、そんな日々です。ニャンコちょっとすごいスタイルがいい。ミャオ、スタイルいいな。なんかでもちょっとね、視点がね今変えられないんだよね。ここの家の中ちょっと変えられない。残念ながら顔が見れないんだけど。おじいさん、たまにはみんなで旅行に行くのもいいかもしれない。あ、顔が見れる。あー、めっちゃスタイルいいな。山がいいか海がいいか、どこがいいかね。比較的新しいタンスのようだ。なんかちょっとあれだね、可愛い系っていうよりほんとさ、かっこいい系のスタイリッシュな猫ですね。動物のフォルムもこう、なんだろう、一個じゃないっていうのがまたすごくない？頑張った。なんでここに力を入れたんだかわかんないけど。この労働をね、なんとかしてほしかった気もするんですけど。まあいっか、でも動物可愛いからまあ、いいでしょう。はい。あのポポドやってる人はみんな優しいと思ってるんで許しましょう。そのぐらいたくさん食べて元気に育ってくれればとっても美味しく食べれるってもんですよ。あ、そうね、なんかすごいエグい話をしてたもんね今。よし、早く大きくなるよ、そして食べるぞってことでしょ。そういう話か。じゃあここが運命の出会いを果たしたあのアイテム屋さんじゃない？ちょっと待って待って、イメルダさんいないな。こっちか、いた。イメルダさん、随分おばあさんになって、ふうふう。毎日洗濯していると洗濯してくれる機会を作ってほしくなるね。そうね、洗濯のしすぎで腰が悪くなった代わりに腕に力がついたかね。あー、そうなのか。
腰悪くなっちゃったか。イメルダさん頑張ってるな。これからも頑張って選択をしてバブルスプラッシュしてください。よし、武器から道具まで何でもあります。おー、ここ懐かしいね。マルコとぶつかってルナに舐めてもらったとこだわ。記憶がダメ。もすっきりしたけど、一体誰がこんなの買うんだろう。確かに一体誰がこんなの買うんだろう。黒光りした鎧が飾られている。お取り寄せ受けたまわります。さあ何言ってるかな。はい、いらっしゃい。何でも揃ってるよ。本当かい、本当に。あ、よかった、兵士の剣売ってる。これ買っておこうかな。1買った。これ持ってる。リング系はいらない。はミントドロップ、この辺もまあいるかな。そろそろでも1個、うん、滝、あ、滝年パンだ。滝年村の小麦粉で作られたパン、仲間1人の HP を大回復させる。これはねちょっと買っておかないと。5個ぐらい、お金使いすぎかな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、落ち着こう、落ち着こう。全部見よう、とりあえず。この辺はいつも売ってるやつ。爆弾とかも大丈夫。ミニマップ売ってる。記念警告。買う。これは買う。プロデルの森も買う。で、一週間。じゃあ、買っちゃってもいいよね。滝年パン。5個ぐらい買っちゃおう。無駄遣い。お金大変なのに、このゲーム。まあいいや、まあいいや。待って。売んないけど。解毒草、爽快目薬は3個ずつ持ってんのか。解毒草、爽快目薬持ってる。持ってないのは、壺押し針。ここぐらい買っとこう。この辺。あ、お金がない、マジで。やばい。絶対買いすぎだ、これ。これ買いすぎですね。まあ、いっか。ちょっと後先考えずに。やる感じになっちゃった。買いすぎだなぁ。でも、滝年パン嬉しいよ、ほんとに。なんか持ってると、なんていうか、こう、パン欲が満たされる。さて、内側回っていこう。巻き割り、あ、いるな、あいつ。待って、待って、こっちから見て。これ、あれ、なんか捕まえるやつかな。鶏捕まえるのかな。ダメだ。おばあさんいる。今日もうるさいくらいに元気じゃの。鶏うるさいくらいでちょうどええ、元気な証拠じゃ。あ、ここキューブ結構あるからあげるね。はい、あ、火よこで、ひよこもさ、どうやって食べたんだお前って感じなんだけど。ひよーかわいいな。さあ、ここで作ってるのか。新味の開発はいいけど、味見するのは僕なんだよね。そっか、全部負担がここに来ているのか。すごい、大量の粉が引かれている。記念パン、あ、これ手に入ったわ。くっそ、くっそ。お返
買い物は全部街見てからしようかな。くっそ、また食べてる。これいつも食べてた人でしょ。もぐもぐ、とても美味しくて、もぐもぐ、ずっともぐもぐ食べ続けちゃうわ。よく食べるね。いやー、本当にパン食べたい。本当にパン食べたい。今は結構ね、フランスパンが食べたくて、あとなんかごま入ってるやつも今食べたくて、なんかバター塗って食べたい。食えよ、そんぐらいって感じだけど。あ、これアンツンチ？でも大きなノコギリだ。おはよう。あ、入れない。鍵がかかっている留守らしい。そうか。よう、久しぶりだね。やんないんかい。よしよしよし、次次次。おーら、やんないんかい。なんだよ、おじさま。俺のあの技が見たいのかい。あ、よっしゃと、行きたいところなんだけど、大人の事情で今回はなし。なんでよ。え、どうしても見たいの？困ったな。見れないんだよ、今回。見れないんだっけ？見れなかった気がする。いやー、薪割りスペシャルなしで滝根村を語っていいものか。だな、それはちょっと。ダメだよな。見たいよな。あ、ここがなんか立派になってない？ちゃんとあれになってるぞ。はい。いいね、いいね、牛さん。よいしょ。星草も束になるとやはり重くなる。と。束にしすぎたかな。すごい量だな、これ。あ、すごい、こんなになったんだ。話しかけられない。ここであげられないよね。ごめんね。ごめんごめんごめん、意地悪しちゃって。これどうしようもないわ。投げればいけんのかな。さてさて、じゃあすごい無駄遣いたくさんしましたが、以上で滝根村ですね。竜の像は外だっけか。さあ、じゃあフローネルの森の方に行きましょう。何しにこっち来たんだっけ、私。あ、レオナさんどこに来たんだ。なんだっけと思っちゃった。もうちょっとかな、じゃあ、レオナさんに会いに行けるのは。そして金がない。あ、あった。じゃあ、ちょっとここで一旦セーブして、あ、キノコが見える奥に、めっちゃ可愛い。はい、次回はフローネルの森回っていこうと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。